メリタテス一世は古代エジプト第四王朝の王妃。彼女の名前は父の最愛の人の意である。日本語の書籍ではメリトイトエス、メリエトイオテスとも表記される。彼女の持っていた称号が複数ギーザの石碑から見つかっている。彼女はギーザにある王妃のピラミッドの内中央にある G-1B ピラミッドに埋葬された。メリタテスは スネフェル王の娘であり、兄弟であるクフ王と結婚した。彼女はクフとの間に王太子カワブを産み、おそらくゼドエフラーも彼女の息子である。カフラー王と王妃ヘテプヘレス2世も同様にメリタテス1世とクフの子供である。可能性もある、おそらくメリタテス2世も同じく彼女の娘である。オギュスト・マリエットはギーザで メリタテス一世がスネフェルとクフの寵愛を受けたとされている石碑を記録している。王の妻、彼の最愛の人、ホルスに尽くす。メリトイティテス。王の妻、彼の最愛の人、メリトイティテス。二女神に愛される者に愛される。彼女の言ったことは何であれ彼女のために実行された人、スネフェルの大いなる寵愛を受けた。クフの大いなる寵愛を受け、ホルスに尽くし、 カフラーの下でおもんぜられた。メリトイス、ブレステッドメリタテス一世は次の称号を保持していた。王妃のピラミッド G-1B ピラミッド G-1B はメリタテス一世の墓であると考えられている。王妃たちのピラミッドは王たちのピラミッドの南によく建造された。しかし、クフ王のピラミッドの南には採石場があったため、小ピラミッドの位置は東に移動することになった。 レーズナーは、メリタテス一世のピラミッドの建造を、クフ王の治世15年頃と位置づけた。彼女のピラミッドの建造は、ピラミッド G-1A の建造直後に始まったであろう。この王妃たちのピラミッド群は、王家のマスタバ母群がある、ギリザ東墓地の一部である。当初は、ピラミッド G-1A が、メリタテス一世に属するものであると考えられていた。 しかし現在では G-1A はクフの母ヘテプヘレス一世のものであると考えられている。最近になってピラミッド G-1B がメリタテス一世の墓であると考えられるようになった。G-1B には小さな総裁殿と岩を削って作った船着き場が付属していた。しかしこの船着き場から船は見つかっていない。小さな総裁殿は 様々な場面を描いたレリーフで装飾されていた。義費と壁にあったレリーフの断片は発掘中に回収された。メリタテス一世の王妃の称号はこの断片から発見されたものである。このレリーフの断片群は現在ボストン美術館にある。レリーフ断片にはさらに、奉納品のリストの一部、奉納品と動物を運ぶ男性、船を漕ぐ場面等を描いたものがある。 ありがとうございます。